お魚を家で熟成させて美味しくすることもできます。お家でできるお刺身の熟成とは？その前に買ってくる魚の基本的な鼻高チェック。スーパーとかで買ってきた魚が生臭いと感じたことはないですか？それは何の匂いか分かりますか？魚の生臭さって実はあの匂いだったんです。知ってますか？魚の何生臭さに魚の親分ぷん魚のお前芸能界舐めてんだろそれは魚から出る水分です。パックの魚で水分が出ていることがありますよね。あれが生臭さの原因なんです。だから熟成させる時も寝かせることで水分が抜け生臭さも消えていくそう。ではスーパーで買ってきたお刺身を美味しく熟成させるテクニック、まずは軽く塩をかけて少し時間を置きます。少し時間が経つと表面に水分が出てきます。それが出てきたらキッチンペーパーで水分を拭き取ります。あとはキッチンペーパーで包み空気が入らないようラップをしチルド室に入れて 2,3 日待つと美味しさが増した魚の完成。ただ自宅で試してちょっとでも変だと感じたら食べないようにしましょう。